どうもどうもお疲れ様です。泣かせようとする映画が苦手なエステちゃんです。今日は試写会映画だ話ということで、若き見知らぬ者たちについておしゃべりしていきたいと思います。内容が、佐々木インマイマインが評判を集めた内山拓也監督が日本、フランス、韓国、香港合作で手掛けた長編、商業長編デビュー作、亡くなった父の借金を返済し、難病を患う母の介護をしながら、昼は工事現場、夜は両親が開いたカラオケバーで働く風間綾人、父の背を追って始めた総合格闘技の選手となった弟の総平も、借金返済と介護を担いながら練習に飽きくれる日々を送っている。そんな息の詰まるような日常の中でも、恋人であるひなたとの小さな幸せをつかみたいと思うが、あやとの思いがあやとのかすかな希望だった。しかし、あやとの親友であるヤマとの結婚を祝う幸せな宴会が開かれた夜、思いもよらない暴力によって彼らのささやかな日常がもろくも奪われてしまうということで、佐々木まいまいも見まして、公開当時かな、劇場で見て、で佐々木まいまいも最後すごい悲しい終わり方なんですけれども、そこをですね、淡々と描いていて、あ、この人はいいなと思って、で試写会に応募して当たって見に行ってきたという感じです。で、感想とすると、やっぱり佐々木インマイマインの時も確かそうだったと思うんですが、この作品も、具体的な説明っていうのは、最初にこの人がこうでこういう状況でみたいなのは、そのアメリカ映画的なこうバーッとね、合理的に説明するっていうのではなくて、見ながら分かっていくっていう感じなので、最初はよく分かんないですね。で、なんでお母様こういう状況になってるのかとか、なぜお父さんがいないのかとか、そういうのは分からない状況なんですけど、時折こうフラッシュバックみたいな、何かの音を聞いて当時のことを思い出すとかの、こうフラッシュバックという形で、こう過去にちょっとずつ戻りながら状況を分かっていくっていう、作りなんですけれども、その回想シーンがこう絶妙な長さというか、ちょうどいいですね。で、回想シーンががっつりやって、ちょっと回想シーンに飽きちゃうみたいなことがあるんですけど、私の場合でも、なんていうか、ちょうどあれ、なんでこの人こうなんだろうとか、なんでお父さんどうしたみたいな時に、ふっとその理由がわかるみたいな、このちょうどいいですね、この感じが。だから結構飽きずに、ああなるほどなるほどと、これその絵でこういう状況になってるんだっていうのが、なんかこう分かってきて、でそれが説明臭くないんで、非常に自然に興味を持てるというか、うまいんだなっていう感じがしましたね。で、すごい、まああらすじを読むだ時点で、ああ重い話なんだっていうのが、思うんですけど、本当重たい話なんですが、悲しい結末というかなっていくんですが、本当に淡々としてて、でフラッシュバック、っていうか、その交互に、フラッシュバックじゃない、交互にヤマトの結婚を祝う幸せな宴会と、思いもよらない暴力っていうのと、こう交互に画面が切り替わって見せていくんですけど、進んでいくんですが、そうすることによって、淡々としてるんだけど、めちゃくちゃ悲しいっていうか、なんかそういう泣かせようとはしてきてないけど辛いみたいな、なんかこの感じがすごく私は好きだなっていうのと、ネタバレするとやっぱり、あやとは、亡くなってしまうんですけれども、その棺のシーン、その火葬シーンがあるんですが、その棺に、花を手向けるというか、その
棺の中に花を入れるシーンと弟の、試合総合格闘技 MMA って言ってたかなの試合に向けて この最後の追い込みというか汗かかせるみたいな、ベッドでもうサウナスーツ着てなんかもう横になってとにかく汗を出すみたいな、シーンがあるんですけど、そこで弟がその汗をかくために横になってる、まあまあ死と、こっからまたその兄の死がありつつも、いやそれはもうそれはそれとして受け入れて、だからこそ試合に向けて頑張るみたいな、その性みたいなところのこのオーバーラップスのさせ方とかもなんかこういいなと。でそっから弟の話に最後20分ぐらいかななっていって、で10分ぐらい、そのうちの10分ぐらいが試合のシーンなんですけど、総合格闘技ので、試写会後の監督の方が登壇されて、でいろいろインタビュー、内山監督が登壇されてインタビューとか、観客からの質問に答えてらっしゃったんですけど、その中でその総兵役、総合格闘技をやる役者さんには1年間もうきっちり鍛えてもらって、減量もちゃんとしてもらってみたいな、で試合も、まあ、本当に試合をしてもらった、まあもちろんその流れはあるんでしょうけれども、だから本当に痛そうだし、なんかで格闘技好きな方だったら多分盛り上がるんだろうなと思います、あのシーンは。で私は格闘技苦手なので、余計なお世話なんですけど、痛そうってしか思わないというか、すごいけどうわ痛そう、早く終わってくんないかなみたいな感じになっちゃうタイプなんですが、でもすごい本当に試合をしてらっしゃっていました。で監督自身もそこはやっぱり失礼にならないように、選手の方、実際にそういう格闘技とかをやってる選手の方たちに失礼にならないように、本当に選手として、一選手として、俳優というよりも一選手として、いや取り組んでもらってましたみたいな話をしてました。でこの思いもよらない暴力、そのアヤトが、まあ、結果最終的に亡くなってしまう事件も、実際に監督のご友人の方がに起こった事件らしくて、まあ、どこまでが映画に反映されているのか分かんないですけれども、まあ、そういう辛いことがあったりとか、あとその20代、まあ、高校生の時からアヤトはお母さんの看病をしているという、介護をしているとヤングケアラーっていう問題もはらんでいるんですけど、映画の中にそれも監督自身がヤングケアラーだったとおっしゃってましたね。でお母様の病気っていうのがこの映画の中だから、脳の病気でなんか、まあ、ちゃんとうまく喋れなかったりとか、まあ、会話ができないとか、すごいなんかめちゃくちゃなものを食べちゃう、甘いものとかしょっぱいものとか食べちゃったりとか、万引きしちゃうとか、すごい、大変な介護で、でもなんかまあね、他人から見ると俺それなんかね役所に相談したらいいのではとか、なんかまあね借金とかもなんかお父さんとかお母さん名義なら自己破産しちゃったらとかね、なんか適当に思っちゃうんですけど、それに対しても内山監督はやっぱそのヤングケアラーだったりするとなんかもうそういう考えも及ばないというか、勝ったりとかなんかどうしても恥ずかしいと思って隠しちゃう子とかいてみたいな、なんかまあとにかくまあいろんな状況がね、行政とか病院とかも含めてまあ、整ってないんだと思うんですけど、まあ、そういうところもなんかまあ、問題提起じゃないけどしたかったし、自分自身も年々年を重ねるにつれてそのヤングケアラーしてたことを記憶が薄れていきそうだから、まだこう鮮明なうちにこれを描きたかったなとおっしゃってて、まあ、大変に真面目な方なんだなって、まあ、映画見ててもとても真面目な方なん、誠実というかね、きちんとした方が作ってんだなって感じですけど、
登壇してそういうあのインタビューみたいなの受けてるところもあの真面目なんだなっていうのはよく分かりました。はい、っていう感じですかね。あとそう、あの私的にすごいなと思ったのはもう映画の内容もすごかった、まあ、ですけど、物が多くてやっぱその片付けられないと片付ける暇がないし、あのもう余裕もないんです。とても一軒家に住んでるんですけど物がめっちゃくちゃ多いですね。特に台所とか調味料とかあのなんか食べ物とかいろんなものが置いてあるんですけど、あれすごいですね、再現が。まあ他の部屋もそうなんですけどちょっとごちゃごちゃしてて、だゴミ屋敷っていうわけじゃないんですけど足の踏み場がっていうことではなく本当に物が多くなっちゃってるお家の再現がすごくて、あれ大変だろうなって持ってくるの物多いの大変だし、そのリアリティみたいな、すごい美術さんっていうのは小道具さんっていうのはわからないですけどすごいなってだから感心しながら見てましたし、あの最初の方でそのシャワー室ってお風呂場でこうすりガラス越しにその綾と演じる磯村さんと日向演じる木井幸乃さんがこう交わってるなっていうかすりガラス越しのシーンがあるんですけど、あれがすごいエロくていいですねと思って、実際のその2人の交わりを映すより多分エロいんじゃないかなっていうぐらい生々しくて、あのそれはなんか5回か何回か 何テイクかしたって言ってましたけど、あれすごいなっていう、はい、R してつかないで見せる生々しさ、あれすごいなんか感心しちゃいましたね。ということでかなり重たい話ですが、あのまあ、あのすごい気合が入ってる作品だと思いました。はい、ということでまた何かあったらあげたいと思います。これは10月11日公開ですのでよかったら見てみてください。終わりです。